こんにちは、花です。こんにちは、空です。今日はお役立ち道を実践するときに意識をすることについて考えてみよう。はい。まず復習から。お役立ち道とはお役立ちの精神と技量を極め続けることだったよね。うん。そのお役立ち道を歩むためにまずお役立ちイメージを作ったよね。お役立ちイメージは堅苦しいものではなくて、ワクワクの元がベースにあるってことも分かったから気が楽になったよ。そうよね。で、ワクワクの元、誰にどんな風に役立ちたいか、具体的な計画、これがお役立ちイメージの3点セット。このお役立ちイメージができて実践するときに、この5つを意識していこうということまでは分かったんだ。そうよね。でさ、この5つって当たり前って言えば当たり前なんだけど。うん、頭では分かる。そうそう、ただね、分かった、すぐできるよってなればいいんだけど、そうは言ってもなぁという感情も残るわけ。人間は正論だけで行動しているわけじゃないものね。そうなんだよ。そうは言っても、の正体がわかるとすっきりするのかな。確かに。ダブルループ学習の行動を支配する価値観を探り出せばいいんじゃないかな。うん、そうだね。行動理論のことだよね。そうそう、これを3つの階層で整理すると、そうは言ってもの正体がつかめるかもしれないよ。確かに。お役立ち道実践ガイドでは4つ目について、うまくいった時とつまずいた時の行動の時に働いた行動理論を整理してたよね。これを全部整理してみない？いいね。自分の場合はこういう風に思っているっていうことを出し合っていこうよ。OK。 次回からよろしくお願いします。よろしくお願いします。らしさでつながり、みんなで役立つ。